2019年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは2019年シーズンについての東北楽天ゴールデンイーグルスの動向をまとめる。この年の東北楽天ゴールデンイーグルスは平石洋介監督の2年目のシーズンである。社の方針により楽天生命パーク宮城におけるグルメやグッズの支払いはノエビアスタジアム神戸と同様のキャッシュレスのみとなった。現金を使うことは 一切できなくなる。2月18日、日本音楽著作権協会から警告があったことなどを理由に一部の応援歌を刷新することとなった。セパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙就は、球団職員または、スポーツ関係、 芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。 色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手ありがとうございます